ネタ以外の部分でもこう、あ、武器になるんだっていうのは松本先生授業で結構感じます。俺をまだこの NSC で評価してくれる人いたなってことで、だったらちょっとこの人のためにまだあの頭一回下げようかなってことで、もう一回 NSC 戻ってさせてもらってだからナイチンゲルダンス呼びたくなかっただから呼びたくなかった。芸人母校へ帰る、今月の先生は、7年ぶりの、お帰りなさいでございます、はい、ナイチンゲールダンス先生です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがたいですね、この場所も。いやーもうここはもう懐かしいですか。はい、懐かしい。ずっと来ましたね、俺は神保町の時なんで。あ、そうかそうか、毎日も来てます。でもここが授業、神保町の楽屋であり、はい、ここがもともと NSC の教室であり、はい、そして今はヤスさんが住んでる場所っていう。そうなんですよ。言わないでください。後でちょっとアリバイカット取ってもらおうかな。ここね、もう代々もういろんな人が汗を流してきた部分は何やろうな、はい、もう、デニスとかもニューヨークとかいろんな人たちがここで汗流してきたんですけども、 その NSC の教室に今あなた住んでるんですよ。僕のスペースがあるっていうだけで、たまたま、まあ言うても神保町かけですけども、上からまた先輩が 4つくらい先輩がいてるのに、はい、あなたが個室を独占してると。ちょっとなんでこんな詰められたんですか。ここから見ましたよ、ボルジュクさんのやつ。すごい楽しそうにやってたのに急に俺だけなんか事情聴取みたいな、法廷みたいな感じだって。しかも個室 ABC ってあるんですけど、なんかね、B を取るっていうのがなんかね、いいだろ、あんまバレないようにしてると思うんですよ。確かにな、多分向こうは日差しが強いんやと思うわ。まあね、まあここはいっぱいありますから、いろんなこと喋っていこうかなと思うんですけど、はい、どうですか、中野さん、あの、はい、久々に NSC に戻ってきて、NSC 時代のこの教室の思い出というか、時代の思い出ってありますか。あ、でも本当に、松本さん、今こう斜めに座ってますけど、こう、なんかこ全員を見えるように座ってて、はいはい、で人によってなんかどっちに座るかとかがあったじゃないですか。そうなんですか。ありました、はい、フォーメーションがあって、うん、で松本さんはなんかこう一番後ろに座って、舞台をこう一番向こうの壁に置いて、はいはい、そのなんか生徒全員を見渡せるような、はいはいはい、後ろから見渡せるようなあのスタイルでやってて。違うんですか。そうですね、そう違いますよ。正面向いて先生がいて、ここでネタ見せする人もいれば、あの横から先生が見る人もいて、そうそう、でもなんかこう松本さんの時はこう後ろに松本さんがいるんで、こう笑ってる時も、あ、松本さんに見られてるって。そう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 、俺肩の揺れとか見れるから。そうですね。だから例えば誰かがネタやってて笑ってるやつの肩の揺れを見ながら、あ、こいつツボは勝ってんなとか、そういうの見られてたんだ。見て見てるんですよ。そうなんですね。うんうん、どっちかっていうと、はい、あの吉本の NSC の講師なんで、あの笑い分かってないと俺は思ってる。他の人他のことを別に揶揄するわけじゃない。なので、でもだからこそ、はい、今の同世代の芸人さん、同じ同期の物差しのフィルターを通しながら見たいと。ああ、うん、なるほど。っていうのが僕の心理なので、はい、あのだから僕の授業では笑っていいじゃないですか。もちろん、はい、めっちゃ笑ってました、ね、笑った方がいいって言われました、ね、何度も言いますけど、他の講師を揶揄するわけではないですけど、なんで笑ったらあかんねん。本当ですよね。やつなので、僕は、はい、で僕はそれこそこう見てて、みんなで後ろから松本さんが見てるじゃないですか、うんうん、こういう神保町こういう人なんで、うん、そのギシギシは言うんですよ。ただ松本さんってたまにね立つんですよ。立つ。その瞬間に、え、今もしかしてすごいボケ出たって思うの。俺らが気づいてないだけで、とんでもない初めたらボケが出たってことってなるんですよ。いや、ただ皆さんがこう座ってる向こうにいるから、たまに寝そべる人とかいるんです。あと小道具下に置いてやる人がいるんで、その時にこう立って、なんだ見えなかっただけ。あ、そういうことだったんですか。あとはいろんなトリオとかだったら、はい、ずっとこう上手に立ってこっちで見てるあのやつの顔見たくなったり、なんかそういうちょっと、みたいな感じで動いてたと思うんですけど、そんなに真剣に授業出てないでしょ。出て、俺ら出てます。中野君は出席率 100% ですから、全部の授業。ああ、そう、発声も。そうかそうか、安が来てなかった。
あんまり言わないでください。とにかく来てなくて、わしでさんでもう本当に他の先生のネタ見せとか一回行っていかなくなったりするんですけど、増本さんのだけ全部出てて、うん、僕横にいて、あ、増本さんのことめちゃくちゃ好きなんだなって思いましたし、安さんもだから本当に NSC の授業来てなくて、はい、で俺の授業はちゃんと来てて、最後俺の授業のアシスタントになりました大昇格マジで一時期クビになりそうでしたから、だからこう聞いて、まあ、芸人母校へ帰るしか言われへん話しようかもしれないですけど、はい、あれなんですって、やすさんがなんか NSC 辞めようと思ってた時にきっかけ僕やったんで聞きますね。そうですよ、てか辞めようっていうかもうクビだってなって出席率されないから、うん、ああもうじゃあもう頭下げるのもめんどくせえし、じゃあ他の事務所行くかってなってあで、流れてじゃあ渡辺とか行くかみたいな話をしてた時に、松本さんの今どうなってるかわかんないですけど、そのこう名札の裏に松本さんが面白かったらこうニコニコマークシールをね貼ってくださいみたいな当時システムがあったんですよね、その NSC 全体ので、唯一僕の名札に松本さんだけが1個貼ってくれたんですよ、出てたから。で、あーもうで、そのもう何でもいいややめちまおうってなった時に、家で全部荷物まとめてる時に名札が出てきて、そこに増本さんのニコちゃんマーク1個ポッてあって、そういえばこの俺をまだこの NSC で評価してくれる人いたなってことで、だったらちょっとこの人のためにまだ頭1回下げて下げようかなってことで、もう1回 NSC 戻らせてもらって、で出席で卒業して、もう出席数とか関係なくNSC公認の卒業という形になったんで、本当にマスモさんのおかげです、本当に。ちょっとこれ今のとこ TikTok で切り取って流れてる TikTok かよ、あとちょっと若者文化じゃないでしょ、今の話。僕の意見も聞いてよ、流れに渡辺でも行こうかじゃないですよ来るだろ、僕の意見聞いてよ、来るだろ、どうせいや、でもそれで残ってくれて、で、首席卒業ですから首席卒業なんですよ俺からすると吉本はこの逸材を辞めさせかけたっていう申し訳ないという側面で見てますだから俺ちょっとシール貼ってた俺に感謝してほしい。いや本当ですよ、確かにいますけどね、吉本さんね、シールありがとうございます。いやいや、でもそこで振り戻ってくれて、うん、あでもだからすっごくそれ強烈な思い出なんですよね、だからNSC で最後らへんかな、ナイチンゲルダンスが来てくれるようになってから、はい、もう同期を凌駕する面白さの選手が出し始めてそれまで NSC の授業では何もこうされてなかったんですよ。だけどある日の授業来たら、当時地獄先生ヌーベっていうドラマをやっていて、いきなり中里君が鬼の手を持ってたんですよ授業中に、はい、で、何それって言ったら鬼の手ですって言って、そこからちょっとミニコントみたいなことを展開してくれて、それが抜群に面白くて、うわっナイチンゲルダンスがなんかやっと本気になってくれたっていうのをそのもうほんま終盤ぐらいかな、1月ぐらいか2月ぐらいだと思いますけど、その時のことは強烈に覚えてますけど、まあ、本気出せばあんなもんですよねあっお前全部出席してたろお前やね、中野さんは何かありますか。でも増本さんの授業ってなんかその、まあ、選抜クラスとか夏ぐらいから出てくるじゃないですか、うん、で何個か選抜のメンバー見たりして増本さんにも入れてもらったんですけど、そのなんか選んでるメンバー全然違くて、うん、なんか基本的にやっぱネタが面白い人をみんな選んでたんですけど、他の講師の先生ネタとかエピソードとか。でもなんか増本先生はなんか言葉にできない、僕らは言葉にできないんですけど接しててなんか面白いやつがいっぱいいて、で、選抜の授業でそのネタ見せを しながら、その増本先生がその僕らがなんか面白いって感じてたことをなんか全部ガンガン言語化していって、ね、なんかそうですね、めちゃくちゃ喋るのが早いやつとか、あと育ちがどうのやつとかも、なんか普通に現役生として接してたらなんか面白いけど、どこが面白いんだろうって思ってたのを、なんか増本さんがバーって言い当てて、で、しかもそのネタ以外の部分でもこう、あ、武器になるんだっていうのは増本先生の授業で結構感じましたね。わー、言われたの初めてですね。でもそれを見抜いてたのはすごいと思いますね。僕だから吉本入ってくる、NSC 入ってくるやつって大体20大学お笑い卒業して22、23が多いんですけど、はい、23歳ぐらいまでのやつって
自分の人生で集めてきたものの偏見のコレクションでできてるんですよね。で、自分はそれが正しいと思ってるんですけど、そこの配線を入れ替えてあげると違うエンジンが駆動し始めるっていうのが分かってて、だから面白い配線を持ってるやつを見つけてるんですよ。ああ、なるほど。まだその配線がうまいこと配線されてなくて、ちゃんと起動してないっていう人を、あ、こここうしたらおもろくなるなっていうのをネタ以外のとこめっちゃ見ます。マジそうっすね。なんか僕その NSC 入る前とかなんか結構芸人の中でこう特技がめっちゃなんかめっちゃいろいろ詳しいみたいな人も見てて、なんかいやそんなよりネタの方がこう笑いは取れるけどなって思ったんですけど、松本先生の授業はなんかその例えば洋服がめっちゃ好きとか料理めっちゃ好きとかの部分をなんかどうしたら笑いにできるかっていうのをその特技生かしてなんか料理の仕事するんじゃなくて、なんかそれをお笑いの仕事にするための方法みたいなのを教えてくれてますよね。あ、でもそれよく言いますね。中にはもちろん賞レース取りに行きたい人もいますけども、ネタというものをきっかけにしてタレントになりたいっていう女性芸能人って、うん、女性芸人も多いんですけど、はい、その人たち の, 可能性を潰さないっていう、っていう考えはいつもあるよね。だから生意気だった、例えばヤスとかがいた時に、はい、大好物だった。これ大よだれ垂らして見てたんですよ。よだれ垂らして見てた。本当後にも先にも貴重な、ナカルティもそれがあったからヤスと組んでるんだと思うんだけど、あ、はい、初めに会った時のヤスのドキドキ感。だからなん、あのね、1年に1回、いや1年に1回は難しいかな、3年に1回ぐらいそういう逸材と出会うんですけど、うん、ヤスはまさにそれでした。確かに本当最初全然来なかったですし、なんか来たら来たでなんかネタ見せの時に講師の先生となんかちょっと揉めたり、いや僕のもうシュールはこれなんですよみたいな。しかもシュールがダセえ。シュールで言い合ってんのかって。シュールというのは何なのかっていうのをして、でそもそも姿を表さないから、なんかその後輩になって来るようになった時に誰こいつみたいな感じになって、本当にで階段を登っていくじゃないですか、授業 の, 準備のために。その時になんかヤスさんが先輩だと思われて、なんかみんな挨拶されるみたいな。どうだな。そうそうそう。で俺も別に後輩だと思ったから、うん、おはようって返す。なんで後輩だと思うんだよ。知らなかった。0年目なのに。同期のこと。もうそこがヤスの魅力で、今からだから楽しみでしょうがないんです俺。ヤスというのは今芸能界の中では若手出始めの頃っていうやつだから、いろんなやっぱりうがった見方をしてくるやつがいるんですよ、はい、でもこれは僕が学校で教えてることですけど、売れるまでには必ず3つのステップを踏むよ、はい、一番初めは出てきた時に無視されるんです。 お前なんて知らねえよって無視される段階があるんです、はい、でその後認知されて称賛されるって時代になっていく。初め無視されるんです、はい、だけど誰々が面白いよって、東野幸治さんがナイチンゲルダンス面白いよって言ったら今度認知されて称賛され始める、はい、で称賛があまりにされ始めると今度3つ目のステップで今度またバッシングっていう、この3つの段階がある中のやっぱり今はまだこの認知と揶揄のところにいると思うんですけど、こっから称賛されてって、まあ、バッシングならないように気をつけなくちゃいけないんだけど、必ずヤスさんっていうかナイチンゲルダンスは俺はそこに行くんじゃないかなって、思ってますね。キングオブコントでブレイクする前のコットンもここに来たんですけど、同じようなことを言ってました、持ってるものが、絶対に大丈夫だっていう、僕自信があるんですよ、うんうん、ずっとこの感じで絶対は大丈夫だって言ってくれるんで、どうあ、じゃあ大丈夫なんだろうなって感じで、いや大丈夫大丈夫ね。まっすぐやらせてもらって絶対大儲けできるよ。やったぜ。めっちゃ可愛い人と付き合えるし。どうするなカルテンよ。僕はどうですか。カルテンもそりゃそうだよ。お前医療ドラマ出てるよ。おお。そうだ、親が親医者だから。医療ドラマいっぱい切っちゃうぞ。お父さん医者だからね。はい、そうそう、医者家系ですからね。いや、そのなんか医者家系とかあと高学歴とかもなんか鼻につくと思ってたんですけど僕最初。でもなんか嫌な感じじゃないですか、僕高学歴で親も医者なんですけどみたいな。でも松本さんとかそういう話をめちゃくちゃ聞き出して、こうなったら面白いんじゃって言ってくれるとかも嬉しかったですね。だからヤスをそのままで俺はリードをつけずに、こいつはやっぱり報告した方がいいなと思ったのはやっぱりナカルティンが一橋大の法学部を出てるっていう、はい、そこの知性ですよ。ここの知性とヤスのようなアウトローがここの、この一見このアンバランスな感じが
絶対にこの後の担保になっていくっていうのは僕はちょっと見えてるんですけど、ナカルティンのやっぱり最近高学歴で、なんか最近高学歴を、ボケた後のオチに使うようになってからすごい受け入れられました。あ、確かに。こんなふざけた風貌で高い声でふざけてで、あの出身大学どこでしたっけって、一橋大学ですで落とせるんで、ああそうかそうか、はい、だからすごく楽になりましたね。確かにそうですね、結構新しいかもな。なんか高学歴の人って最近に高学歴ですって言ってから、その高学歴ボケ、うん、賢い、なるほどなるほど、逆にしてみたらすごいやりやすくなりました。楽楽ちんっていうか、もうそのなんでこいつ高学歴なんだよって思われる声とか顔とかするだけでよかったんで。なるほどな。でも今からそんなパターンがどん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 生まれそうな、これってまだ序章に過ぎないんじゃないですか。下りってめっちゃいろんなもん出てくると思うけどね、いや楽しみだな。いやもうヤスとはなんかめちゃめちゃエピソードがありすぎて、だってプライベートでも結構めちゃくちゃ良さやな。僕だから NSC の子たち卒業生には、はい、あの飯行きましょうよって言われたら、はい、あの行くようにはしてるんですけど、その度が過ぎるやつだったんですねまずアシスタントですから、あの1年間 NSC というのが卒業した後に1年間アシスタントっていうのがあって、4人ほど僕のアシスタントについてくれるんですけど、その中の1人だったんで、まあ1年間は一緒にいましたね、はい、その後、はい、その後もいきなり電話かかってきて、マスモンさん飯連れてってください。ああ、いいよいいよ、行こう行こう、あの言ってもいいのかな、ああ俺彼女できたんで彼女の飯連れてってくださいって言って、当時の彼女となぜか3人で俺で飯行って俺彼女とも仲良くなりなぜか3人でカラオケに行ってるもうこれってもう教え子と生徒の関係じゃないじゃないですか。それだけではなく、今度またある日ね、僕がねフジテレビで会議やってたらさ、電話が鳴って、はい、で、やすの、はい、LINE でいいのに電話かけてくるから、これは俺はもうなんか期待しやと思う、電話出たんですよ、はい、松本さん、どうしたって、大変ですって、はい、やっぱりカルキに何かあったんかなって、はい、どうしたって言ったら、今、無限大で俺のスーツがなくなりました、はい、お、あ、そうか、流れてんじゃなくてよかった、どうしたって、いや多分盗まれたと思うんですよね、はい、あ、そうか、やばいなそれ、出番あんのか、うん、あの出番はまだ先なんですけど、はい、なんであの今からあのスーツ買いに行きませんか、買ってくれるでしょ、なんで買ってくれるでしょ、買ってくれると思って電話してさ、無限大でスーツがなくなって直電かけてきてスーツおごれっていうやつで、今会議中やからごめん、ちょっとじゃあちょっと待っててなーよ、ね、買ってくれるんですよ本当にずるいよ、会議中にかけたらすぐ切りたいから買いますって言うしかないじゃんでもたまたま見つかっちゃってスーツが私の早かったんですよ、その後に今度 LINE で見つかりましたいやそうマジ迷ったけどな、これ言わなきゃ絶対買ってくれるからどうしようかなと思ったけど、さすがに行った方がいい、もうだからもうやつにやっぱり俺は飼いならされてるんですよ、だからそれぐらいの距離感で、だからいつの間にかもうやつとは、例えばその後に僕が当時お付き合いしていた彼女と別れた時に、うん、はい、その時北海道にいたんですけど、北海道からやつに電話して振られてあ、同じじゃないですかあのね、これちょっともうここでしか言わないけど、増本さんのことね、もうそれ男前でさ、仕事もできてさ、お笑いも完璧だからさ、完璧人間だとみんな思ってるでしょ、やっぱ生徒の子たちは。もう本当にもう女の子を相手にした瞬間にもうダメ人間になるから俺マジで、俺が女の子で今増本さんに近づいたら全財産ぼったくれるんですよマジで、あのルパン三世みたいな人で、あの他完璧なのでも女の子来た瞬間ブルドコじゃんって全部ダメになっちゃう、信じられないよ、もう全部話聞いてたら。あ、じゃあもう一瞬であのパンツになる脱ぎ方を行くのよ、でなんかいないの、だからナイチンゲルダンス呼びたくなかっただから読みたくなかったんだよ、いやもう安いほんまにそうやな、いろんなことあったな、ホントですよ、うらやましいっすよ、やっぱ松本先生ってあの卒業したら結構一人の芸人として扱ってくれるから、うん、中野さんって言われたりするじゃないですか、うん、なんか仕事相手として扱って、それはそれで嬉しいんですけど、安さんの方はずっと安って呼ぶんで、あ、そうだね、そうですよね、なんか僕に対してよそよそしいなこいつって思っちゃいました、松本先生でこいつだもんね、あの焼肉でな、スピードゴの小沢とかと会った時に、ああいや、初めはやっぱりもう卒業したらやっぱリスペクト、僕もともと芸人さんリスペクトしてるんでね、だからヤスはちょっとやっぱ会いすぎてんだよね、あーそうですよね、一時俺から電話して
あの一緒に住もうかって話をしてたから。そう、そうなんだ。そう当時あの松本さんがルームシェアされてたんですよね。うん、でも気をつけてください。やすさん、いろんな人 の、 あの部屋に移り住んで、うん、あのでっかい家具みたいなの持ってって、それをその置いてどっかに行くっていう部屋の習性あるんで、はいはいはい、一回コロナの間に、ちょっと若教え子の生活が心配になって、はい、ソイソースっていうね、あのやつの家に今、同棲してるっていうから、はい、そこまで見に行ったんですよ、はい、生活を。パキスタンカレー屋の上に、はい、あるんですけど、そこに、なぜか若者がいらっしゃったんですよ。来たよ。ダメだよ。あそこに行って、でその時にわけわからんドラムセットが、そうそうそう。ヤスがドラムセット持ち込んでた。あれかわいそうやもん。はい、でそれナベンチにおいで今別の家住んでるんで。でもドラムセットも頼んでほとんど叩かないんで、ドラムの全部のシンバルにあのタオルをかけて洗濯物干しにしてる。使わなかったな。いやもうね、もう話尽きたもんね、今日これで話終わってしまうんで、ちょっと先行きましょうかね。ああ、そっか。あ、これミス終わる。怖っ。はぁ、出るわ。なんか逆にこれ見て今芸人になれたなとかちょっと思いますね。はぁ、はい、なるほど。入った当時からもうヤスさん、ヤ